そして国際弁護士の湯浅隆さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。さあ湯浅さん、今日はいつも湯浅さんが出てくださる時にはアメリカの大統領選についての解説なんですが、今回はやはりシティも揺れてますからね。まあ、イギリス、そして EU、はい、そして世界アンドウォール街について語ります。アンド湯浅が語ります、ね、どうなるんでしょうね。まあ、目いっぱい語りますけども目いっぱい、まあ、めちゃめちゃ楽しみにしていてください。わかりました。いや、まあ、全然話題自体は楽しみでも何でもない話題なんですけどね。湯浅トークが爆裂します。湯浅さんはこの後オピニオンで EU のね話を、今日すごい相当もう肩が温まっていると聞いてますよ。あ、めちゃめちゃ温まってます。ホットな状態です。ホットな状態です。さあ、湯浅さん、テーマの発表お願いします。堀さん、こちらでございます。はい、イギリス EU 離脱、トランプ EU 離脱に賛成、的中、ウォール街。28日のニューヨーク株式市場はイギリスの EU ヨーロッパ連合離脱で大幅に続落した前日に比べ269ドル48セント高の1万7409ドルで取引を終えました。イギリスのキャメロン首相は28日 EU ヨーロッパ連合の首脳会議で EU 離脱が多数となった23日の国民投票の結果を説明したんですが、まあ、正式な通知はしませんでした。離脱交渉入りは先送りされたということです。まあ、これ、リスボン条約50条ってやつですね。通知してしまうともう離脱に向けての準備が、まあ、進められていくということですから、キャメロンさんは、次の首相に任せたいということで先送りを表明しています。さあ湯浅さん、はい、まあ、まずはですねデイビッド・キャメロンさん、キャメロンさん自身はもう辞任をするという意思を表明されていて、まあ、今現在は10月までかとかいろんな時期を、 それからまたイギリスの離脱やそれなりの手続きやプロセスがかかるのであと2年ぐらいかかるんじゃないかとかいろんな説が、まあ、メディアには出ているわけですが、実はそんなのんびりした話とは別にというのが、はい、ウォール街の本音であり、そして EU の本音、うん、そしてまたトランプの本音でもあるわけです。髪をかき上げましたね今ね。つまり、振り上げましたね。先ほどニュースでもおっしゃっていただいたし、はい、今たった今映像にも出たように、ドイツの女性首相であるアンゲラ・メルケルさんがイタリアおよびフランスのトップと一緒に、まあ、会見をベルリンでやったわけですね、うん、まずベルリンでなぜやったかっていうと、それより前に実はイタリアの首相は後で登場しますけれども、ロシアでこういう発言をしてるわけです。つまりデイビッド・キャメロンさんがもし出るっていう風な形でリーダーがそういうもとで出たくないのにイギリスが出るという判断をしたら、イギリスは永久に EU に戻らない、それだけはっきりイタリアの首相が言ってるわけですね、うん、つまりイタリアってのはローマンカトリックの国ですから、うん、永久になんていうことは簡単に言わないわけですよ。それが永久に戻らないというふうに言ってる、つまり、まあ後で言いますけども、イタリアの首相はめちゃめちゃハンサムなんですけれども、あまりにも神神神って神様の神神神様って言ってるので、そうそう肩に力を入れるな、お前は神じゃないっていうふうに説教されてるような、それくらいの人が永久に戻らないって言ってるのは、でも逆にどういうことかっていうと、緊急に世界で何が起こるか、そっちの方が論点だということを示唆してるわけですね。つまりメルケルさんの地元のドイツでさえも離脱っていうことで国民投票っていう動きが相当に強いわけですね、うん、それから同じくメルケルさんと会談したフランソワ・オランド、フランスの大統領ですけれども、うん、日本にも馴染みの深いオランド大統領の下でも、実はフランスの超保守政党に国民戦線という保守政党があるんですが、うん、そこの女性党首であるマリーヌ・ルペンが実は来年の4月5月と大統領選挙があるんですけども、その時に、まあ、オランドさんと自分は争うけれども、うん、もしも自分が大統領選で勝ったらEU 離脱の国民投票をするというふうにぶち上げてるわけです、はい、そしてイタリアの話にいよいよなりますけれども、イタリアといえば日本であまりにも有名なのが物議を醸したベルルスコーニ、大金持ちの元首相なわけですけれども、そのかなり の勢力を率いて今はイタリア史上最年少で首相に就任しているのがこのハンサム男、伊達男、マッテオ・レンツィっていうのはフィレンツェ出身の弁護士でめちゃめちゃ能力があるんですけども、実はそのさっきの
フランスや何かよりはるかに早く実は国民投票をするんですが、そのテーマは実は憲法改正なんですね、うん、憲法改正で今年のなんと10月アメリカの大統領選挙より前に国民投票をし、もしもマッテオ・レンチ、私が負けたら辞任をするぞという発言を早くもしてる、うん、どうしたんですか。つまりそれくらいかけてるわけですね、つまり逆に言うとそこで何が起こるか、もしもマッテオ・レンチが負けたら待っておれん結果が出てくるわけです。それがどういう言葉か言うと、実はフランスとはまた別にイタリアでは出ました、超美人、あのスタジオ中の美人がみんな私と同じぐらい綺麗ねと思うくらいの美人です。そしてこの彼女は実は最近、つまり6月に入ってからですね、あの実は彼女の名前はヴィルジニア・ラジーというんですが、ヴィルジニアっていうのは皆さんバージニア州って聞いたことがあると思うんですが、あのバージニアのイタリア的な表現で、ヴィルジニア・ラッジさんですけれども、彼女も弁護士で、ヴィルジニアさんは新市長になったわけです、うんうん、どこのというかというと、あのローマ、ローマの休日で有名なローマのヴィルジニさんはまさに美人市長になったわけです、ね、女性市長というのは史上初めてなわけです、はい、で彼女以外に、加わっているこの運動政党が五つ星運動っていうんですね、はい、そしてこれが EU に対してはあの距離を置く EU 会議、うん、EU を疑うという方向なんで、つまり万が一マッテオ・レンツィが負けると、なぜならば今ヨーロッパで一番離脱のパーセンテージ、世論調査をすると一番高いのがイタリアなんですね、はい、うんうん、つまりマッテオが負けると待ってられんとばかりに美人たちが出てきて、うん、美人やあるいはその上にいるリーダーはベッペというコメディアンがリーダーなんですが、はい、めちゃめちゃ説得力があるとなってくると、トランプが予言したようにこれからアメリカでもいろんなことが起こるし、ヨーロッパでも起こる、うん、おまけにトランプはめちゃめちゃ今度はスコットランドで何言ったかっていうと、自分の土地買収がこれでポンドが下落したから得するとめちゃめちゃなことを言い出したので、あまりにもエゴイスティックなんで、ヒラリーはトランプは何考えてんだと、うん、自分のビジネスを世界やアメリカ国民の利益よりも優先してるということで、バラク・オバマも頭に来てるのですが、ここでポイントはバラク・オバマの時代に例のギリシャが EU 離脱があってそれが潰れたんですけれども、その頃バラク・オバマがウォール街と非常に仲良くなったわけです、喧嘩してましたが、そしてそのウォール街にはギリシャ系が結構強い形でいるので、その抑えがギリシャの金融界にあったんで、結局ギリシャは離脱しないで済んだ。ところが今ウォール街はこれだけのことはもう危険は察知してますから、ヨーロッパからウォール街の大銀行団は政治的には手を引いているので、うん、そうすると残りはヨーロッパの政治が決めるということになると、果たしてマッテオが負けるかどうかによっては、うん、トランプの勢いが一気に増すことによって、自分は待っておれんというばかりにトランプも出てくるので、逆に言うとトランプも勢いを増すということになりかねない、大統領選挙にすら影響するということで、ウォール街としてはギリシャとのパラレルで何が起こるかを非常に不安を持って見つめているということ。今後のじゃあ焦点はとりあえず秋のイタリアということですね。10月ですね、はい、本日のオピニオンクロスは以上とさせていただきます、はい、岩瀬さん、はい、今日のあのヴィルジニアっていうあの美人の市長さんのフリップは私が朝4時45分に発注したんで、あの素晴らしいスピードでありがとうございます。まさにそうです、ね、MX は秒速です。ぜひお持ち帰りくださいさあそれではモーニングクロス、また明日朝7時にお会いいたしましょう。今日も元気に皆さんいってらっしゃい。いってらっしゃい。